心尽くし音や。ご主人様、シュエットです。失礼いたします。ご主人様がシャワーを浴びていらっしゃる間に、新しいお荷物が届きました。中身は書物が12冊。先日ご主人様の言いつけで注文したものに相違ございません。なお本日も飛行機のチケットは届いておりませんでした。あの、ご主人様、お待ちください。早速本をお読みになりたい気持ちはわかりますが、マッサージの後にしていただけると助かります。窓際のベッドへとご移動ください。そうしましたら、シャツを脱いでゴロンと仰向けになっていただけますでしょうか。はい、結構です。それではまず全身から力を抜いてリラックスいたしましょう。大きくゆっくり息を吸っていきます。スーッと。そうです、肺の中がいっぱいになるくらいに。そうですね、フクロウが大きく羽を広げる様子を頭の中でイメージすると良いでしょう。はい、そこで息を止めてくださいませ。それからゆっくりと息を吐いていきます。フクロウが羽を折りたたむイメージです。そうしましたら今度はうつ伏せになります。ええ、ごろんと転がってくださいませ。そうしましたら両手から力を抜いていきます。右手の指、腕、肩の力を抜きまして、左手も指、腕、肩とだらーんとさせていきます。ベッドに体を預けてしまう感覚です。右足も左足も力を抜きまして、はい、結構です。それではマッサージ用のアロマオイルをご用意いたします。手のひらに適量を取りまして、これを手のひらの中ですり合わせ温めてまいります。青リンゴにも似たとても良い香りが広がります。ええ、本日は日夜研究に勤しんでいらっしゃるご主人様のために特別なオイルをご用意させていただきました。心を落ち着かせ疲労回復の効果があると言われるカモミールにラベンダーを少々ブレンドした特製のハーブオイルです。ええ、書庫にあった本を参考にして
生成してみました。これくらいで良いでしょうか。お肌、少しヒヤリといたしますが、我慢してください。ぬりぬりと、肩から背中にかけてまんべんなくオイルを塗り広げて、それからマッサージに移ります。まずは肩から参ります。これは、ご主人様の肩、まるで石のような硬さです。ガチガチです。反対側もひどく凝っています。昨日からずっと机に向かったままだったのですか？あれほど、1時間に1回は立ち上がって、体を伸ばしてください、と申し上げていたのですが。そうですね。首から肩にかけての血の流れが、すこぶる悪くなっているのでは、と考えられます。つきましては、少し強めに、マッサージいたしますね。左耳の下から肩にかけてのリンパ節をキュッキュッと、溜まっている老廃物を指でグッと押し流していきます。首全体の筋肉もほぐすように力を入れて、キュッキュッ、反対側に移りまして、右耳の下のリンパ節を上から下に向けてマッサージします。親指の腹で押し込むようにして、キュッキュッと、次に首全体をほぐします。首の真後ろに両方の指を4本ずつ引っ掛けて、キュッキュッ
ご主人様、いかがでしょうか。肩は軽くなりましたでしょうか。よかったです。それではこのまま背中全体をマッサージしていきます。肩甲骨のあたりを少し力を込めて、ギュッギュッと、それから背骨に沿って腰に向けてツボを押していきます。それからもう一度肩に向かってギュッギュッ、はい、マッサージは以上です。お疲れ様でした。お召し物をどうぞ。さて、ご主人様、体がほぐれたところでお耳掃除に移りましょう。体を起こしてベッドの上にお座りになってくださいませ。